皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回も eFootball2022 情報を紹介していきます。はい、ということで今回は本日から登場したこのレジェンダリー3名のレベ版の紹介やっていきたいと思います。はい、ということでロマーリオがねかなり注目されていると思うんですけど、私またガチャ引くことなくなっちゃいました。ロマーリオ持ってます、カーン持ってます、インザーギは持ってないけど一択は怖いということで、まあ狙うならロマーリオという感じにはなると思いますので、持っていないという方はぜひ、なんか当分ねガチャあんまり来ないような感じしますので狙ってみてもいいんじゃないでしょうか。はい、ちなみにこのガチャ他のラインナップで言うと、今週 A のラウタロマルティネスいます。自分も使ってますがなかなか強いし、ここ最近3週ぐらい B とか A 続いてますので、インテル自体も優勝争いしてるんで残り数試合しかないですけど、またねライブアップデート期待できると思うんで、ラウタロはまあ狙ってみるというか取れたらいいんじゃないかなっていう感じ。あとブルーノ・フェルナンデス、サネとかもいいですよね。でこの画面に映ってないですけどキンペンベいるんで、まあ、センターバック悩んでるよという方はキンペンベありだと思います。まあ、そのあたりがこのガチャで、獲得してほしい選手ですかね。はい、だんだんと、スタンダードの選手が豪華さにね欠けると言わんばかりのちょっとね地味なね選手になってきましたね。はい、まずはカンから見ていきましょう。カンに関しては今回7レベが上限ということで12ポイントがもらえる計算になります。一応ね、ポイント振ってみました。こんな感じです。今回もチームスタイル振ってませんのでそちらだけお気をつけください。まあ、GK センスは90乗せたいなという感じがしたんで4上げにして、まあ後の項目はバランスよくみたいな感じにしました。キャッチングも一応ね90乗せられますので、まあ、こんな感じにね強化したいんですけど、もともとクリアリングディフレクティングのね、この項目がちょっと低めなのでここ中心にね上げたいという方、バランス取りたいって方はこっちにポイントを多く振ってもいいのかなって感じです。なので、まあ、ロングカウンターショートカウンターだと3ポイントぐらいね減らされるんでってなると GK センスとか4も上げられるかなみたいな感じになりますかね。クリアリングとかもうちょっと控えないとポイントが足んないかなっていう感じでしょうか。でカンに関してなんですけど188センチということで、まあ、身長はまあまずまずという感じなんですけど、やはりまあ攻撃的 GK、 守備的 GK と、カンは守備的なんですけど、やっぱ今作の特徴として、まあ、ドリブルがちょっと長くなった時にやはり飛び出してくれる、オートで飛び出してくれる、まあ、カンも三角を押せば、飛び出してくれるんですけど、その瞬時の判断みたいなところは攻撃的 GK の方が優れてるし、まあ、コーナーキックのなんか手のが届く範囲の飛び出してパンチングするみたいな動きはやはり攻撃的 GK の方がいいのかなって感じはします。なのでゴールキーパー全然いないよというか、通常を使っててあんまり強いキーパーいないんだよねっていう方はカーンでもいいと思うんですけど、まあ、やはり、過去作通じてカーン徐々に使われなくなるっていうのが毎作の流れなんで、ちょっと自分は不安視してますね。最終的にずっとカーンが正ゴールキーパーなのかって言われると、微妙なのかなって感じはしてます。はい、GK ね全然いないよという方は今回狙ってみてもいいんじゃないかなってところです。自分は今アリソンも使ってます。アリソン今週は、ライブアップデート何年なのか知らないんですけど、結構アリソンの方は止めてくれる印象があるんで今のところアリソンで、まあね今後変わるかもしれませんがっていうところです。はい、続いてインザーギです。インザーギは12レベということなんでかなりねポイントもらえますね。22ポイントか。ただしですねコンディションの波が普通なので、まあ、これからね、現役選手 C 固定にね入っていくと思うんですけど、ちょっと普通だと、まあ、ライブアップデートのね割合とか出しましたけど B 固定でも普通だと調子落とすことが多くて、自分もロマーリオ持っててロマーリオもコンディションの波普通なんですけど、普通多くないぐらい普通引きますのでその辺はちょっと難点かなって感じはしてます。はい、ただこちらスーパーサブ持ちなので、まあ、普通で登場しても好調ぐらいの能力でね使えるんで、まあ、その点はいいのかなという感じです。かなりポイントもらえますのでいろいろ振ってみたんですけど、まあ、オフェンスセンス欲しいよねということで7上げにしてみました。これで90ですね。まあ、決定力ももうちょっとね、頑張れば70じゃなくて90いけたんですけど88ぐらいに留めて、あとはスピード瞬発整えてって感じにしてみました。スパサブラインブレーカーですね。やはりスキル追加アイテムがない分誰でもかんでもスーパーサブ持ってるっていう状態にね今できませんので、その点は今貴重なね存在になってるし、スキルシュートパスに関しては言うことありません。ワンパ持ちも非常に大きいと思います。ただ能力的には足元パスがそこそこなので、まあ足元とかねしっかりと強化したいよっていう方は、まあ、スピードはねそこそこあるのでそこ分を足元とかに振ってもいいかなと思うんですけど、やっぱラインブレーカースピードはあった方が、途中出場で相手ディフェンダーがねヘトヘトの状態でスピードがある方が自分はいいのかなと思ってスピードの方に振りました。
はい、逆足最高ってついてる人であまりいないんですけど、この選手逆足もねしっかりと使えるので、センターフォワードのねスーパーサブ枠として、かなり活躍はしてくれるんじゃないかなっていう感じです。あ、もちろんスパサブ効果乗るんですけど、現役のムバッペとか、まあ、ロナウドとかもそうですけど、スーパーサブ持ってない現役のラインブレーカーで、まあ、C の選手とかでも代用は効くのかなと思うので、まあ、インザギも余裕あればぐらいでいいのかなっていう感じはしてます。はい、最後の大本命ロマーリオです。こちらレベル上限7ですね、なので12ポイントを計算になります。こちらの選手なんですけど、ポゼッション、ロングカウンター、ショートカウンター結構使ってる方が多いようなチームスタイルの方が70と数値高いので、まあ、この辺2ぐらい振れば OK なんで、その辺はなんか優しいかなっていう感じはしました。でポイントなんですけど、こんな感じにしました。オフェンスセンスと瞬発とボディコンが共通の項目なので、ここ5を上げると全て90に乗せられるんで、これが綺麗な形なのかなって感じで、足元に、ポイント余ったので1振ったのと、あとは決定力とかも欲しいし、スピードも欲しいしということで、その辺にも振りました。スピードとキック力とスタミナが共通項なので、2振るとスピードとキック力85に乗せられます。なので、まあ、チームスタイル分は、まあ、足元を削ったり、まあ、やむなく決定力自分は削るかもしれないですね。はい、こちらもコンディションの波が普通ですので、結構普通に、ね、なる回数が非常に多くて、ちょっとそこは難点なんですけど、自分も使っていて足元の収まりはいいし、シュートの入り感も非常に最高で、なおかつスピード瞬発でめちゃくちゃ高くできますので、本当、まあ、裏抜けの回数はそんな多くないんですけど、特にまあ後半から入れた時の相手守備陣ヘッドヘッド状態でロマーリオ来たらちょっと鬱陶しいですね。裏に出した時のスパキャンで走らせた時のなんかトップスピードに乗る感じは非常にやってて気持ちいい感じなんで、ぜひロマーリオ当たった方はそのような使い方してみてもいいんじゃないかなっていう感じです。うん、まあそれぐらい、まあこのガチャね、3名のレジェンダリー、ロマーリオ一択でも狙う価値あるガチャだと思うんで、ぜひロマーリオあたりはね、確保してもいいんじゃないかなというところです。合わせてまあカーンとかね、インザーギも取れれば、ぜひ自分自身でね、試していただいてっていう感じですかね。はい、ということで、皆さんロマーリオ狙いで引いてみてもいいんじゃないでしょうか。ガチャね、これから先しばらくそんなにね、来ませんし、フィーチャー来週の月曜日来ませんので、その辺ガチャありませんので、この機会にね、引いちゃってもいいんじゃないですかね。ただ、無課金で今回もらえた300配布のもので使って出るかって言われると、そんなね、優しいガチャではありませんので、無課金の方は一旦スルーというか、我慢というか、このガチャは引かない方が絶対いいかなっていう感じです。はい、皆さんね、使った感想などぜひ教えてください。ロマーリオは本当いいですよ。はい、ということで、こちらのチャンネル、このようにeフットボール情報、まあ、選手のレベマの紹介だったりとか、イベント最新情報なども紹介してますし、アプリの方もね、大型アップデート来ることが決まりましたので、アプリ情報もね、これから紹介していくと思います。チャンネル登録してない方はぜひぜひチャンネル登録お願いします。ということで、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。